10周年特別企画、引く前にこれ見てマイベスト10ガチャ、はい、はい、ということで始まりましたけれど、皆さんちょっと今日なんて言われてきてますか？最近使ってるキャラとか、そうですね、っていう、ほぼ何も聞かせない何も聞いてない本当におすすめ教えて、そうそう、あ、でもね、各コンテンツのなんかおすすめのキャラ教えてよみたいな、だから、うん、担当者さんが攻略したいのかなってなるほど、うん、参考にしてって、ちょっとね、いろいろ聞かされてなかったと思うんですけど、うん、はい、今回ですね、実は10周年を記念した重大恩返し企画の一つの撮影となっています。めちゃめちゃ大事、恩返ししちゃう方そう、あ、僕ら恩返しする側だから、そっちが、ちょっと皆さんのね、アドバイスになればなっていう、あ、なるほどなるほど、そういうあれなんだ、さっき言ったんですけど、はい、タイトルマイベスト10ガチャというね、おー、え、マジ？え、決まっちゃうんですか？ちょっと発表しますと、詳しく、指定されたキャラの中から好きな10体を選んでもらい、ガチャを皆さんに回してもらう、はい、そうすると、その10体の中からどれか必ず1体がもらえるというガチャ、やばー、めちゃめちゃ熱いじゃないですか、え、やば、え、知っていい？そりゃこと、やばないちょっとね、この動画のためにね、事前にね、あのお三方にはお伝えする形になるんですけれど、でもツイートすんなよお前、しないしない漏洩しないぞ、リークしないですよ。で今回、コラボとアルファキャラは対象外となっています、はいはい、なんでそういった形で選んでいただいていると思います、はい、でユーザーの皆さんにもね、参考になるように、まあ、テーマ別でゲストのお三方にも選んできていただいております、はいはい、そのテーマがですね、5つありまして、はい、1つ目が天魔の古城で使えるキャラ、そして2つ目が禁忌の国で使えるキャラで、3つ目が持っていたら羨ましがられるキャラ、4つ目が2体目持っていてもいいキャラ、うんうん、そしてこのキャラの魅力知ってるが5つ目になります、はい、それぞれ2体ずつ選んできていただいて、はい、なのでまあね、ちょっとな、大丈夫かなまあここで議論しながら、うん、最終的にその10体を決めていこう、ああ、なるほどなるほど、みんなが持ち寄ったやつで喧嘩を始めればいいってことですね、そうですね、どれがやっぱり適してるかっていうところですね、はい、はい、それでは早速皆さんのおすすめ聞いていきたいと思います。まずはシロさんからお願いします。こちら、中富の鎌田、はい、大クリーン主、うん、最初はちょっとやったーって脳筋のね、なんかちょっとね、うん、もうバチバチの最強キャラ入れたんですけど、絶対被ると思って、はい、ちょっと大人が出ちゃった結果、あ、ちょっとでも、はい、ちょっとおしゃれな感じ、今難しいって言われてる階層で、かつその工場ガチャっていうんですか、限定じゃないキャラで、まだ1000キロの活躍をしてるっていうキャラを2体あげました、うん、いいかもしれない、なるほど、はい、どうですかお二人は。いやいや、もうこの2体には自分が世話になってる、そうですね、確かに、じゃあ決まりってことで、これはい、はい、まだ2人ある、はい、あ、まだ2人、そんなに一応出すもしかして採用されないかもしれない一応出させて、はい、じゃあ続いていきましょうか、続いて北本さん、はい、自分はこちらです、お、わたつみと五徳者の悟りです、あ、悟り、自分はもうド直球、うん、限定キャラで、いや間違いない、はい、やっぱ一の間では渡辺強いですし、一の間クリアしないとこうやる気もね、そうそう、モチベーションも、それはそう、うんうん、上がんないかもしれないので、一適性はマジで偉い、とりあえず一体はですね、入れて、でもこの悟りに関してはちょっともう九の間をね、雑に壊してる、壊してるね、雑ですよね、目隠ししてやってるやつもいたもんね、いましたいました、この2体ちょっとピックアップさせていただきました、はい、じゃあ最後いきましょうか、お手さんお願いします、はい、自分はこちら、おー、アインスと大国主、はははは、アインスおもろいっすね、今回ちょっとあれなんですよね、マイベスト10ガチャなんで、ガチャゲンだっていう、ガチャゲンじゃない、そうね、ちょっと伝えなかったので、うんうん、そうだ、はい、お手さんが取り下げるか運営さんにアインスも入れていただきたいガチャで特別だからそこだけ多分これガチでアインスだからクソ取れるのに降臨で取れるのに今出せる範囲で考えると、うん、ファウスト、あー、ファウスト間違いない、まあファウストよね、そして奥に主、ね、ファウスト奥に主、じゃあここから2体をね、選んでいただくと、うん、はい、皆さん、うん、ま、じゃあ
まあ、俺はフリップ下げましょう。今日はなんかいつもより自信なくない？いやいやいや、なんかもうこの二人に囲まれたら説得力の塊で、俺ボタン押しちゃいけないし、引き返すって言いましたけど、強いって雑に強い。わかった、あの多分一番理由が欠落してる。まあ、大国の氏被ってました、ね、確かに大国はね、うん、もう結構このキャラの中でも本当最近出たキャラで、うん、使ってからの開け幅が俺過去一くらいめちゃくちゃ正解やばい、こんなに仮に久姫、今回ガチャとか関係なくても押したい、本当に。でも多分メンツ採用してます、ちなみに。あ、もうバチバチスタメンですね。そう、俺もスタメンになったんですよ、はい、うん、ちょっと自分は結構ポイントを伝えたいんですけど、うん、こいつ隠れたワンパンキャラなんですよね。ワンパンキャラなんだ、はい、倍率的には。あ、そうなんだ、ね、特攻で、はい、最近結構なんかワンパンエッセスって、まあ、ちょっと従来と比べると抑えめな性能が多いんですけど、うんうん、はい、こいつ実は隠れワンパンなんですよね。へぇ、じゃあ使い方次第ではこいつはそこまで消化する可能性があると。はい、ただ僕らが考えなきゃいけないのは、はい、強さの他に引きづらさ、確かに、そう、うん、確かにな、ね、で言うと俺悟り採用でいいと思う。いや、マジで悟りは多分ね、もう満場一致を見てる人も、おい悟り人やなってると思う、うん、本当ですか、うん、個人的にも綿摘みっていうのもよくて、うん、多分一の間ってあの多分天草を置いてる人も多いと思うんですよ、一の間で。天草と綿摘みのこのセットってすごく相性よくて、確かに神族だからね、はい、絶対綿摘みいたら伝染するやつを効果ができるし、綿摘みが食らったとしても天草の、まあ、誘発させると、うん、自身の誘発で消えるんですよね、うん、だからこの組み合わせができるから、うん、綿摘みっていうチョイスはすごくいいと思います、はい、真面目な話していいですか、真面目な話しましょう、俺こう見たら決定だと思います。本当に嘘、うん、おいや、もう神チョイス、じゃあこの2体で決定しますか、じゃあ、良くないですか、いや、絶対もうこれでしょ、いいっすよ、はい、では、最初のテーマはこちらの2体となりました。それではこちらもシロさんからお願いします。はい、私が選んだキャラはトンデ泡盛ミカエル。なるほど、泡盛ミカエル、そっちか。はい、うん、はい、まあ、最近結構近畿のね悟空っていうのはですね、まあ上層だとまだ難しい階層は何か残ってるんですけど、うん、比較的、まあ、キャラのね力でご利用しできるといいますか、はい、かなり攻略が簡単にはなってきたかなと思うんですよね、はい、ってなってきたところでいきなりですね、うん、とんでもないね、なんかね確かに登場しましてですね、うん、まあ、そこを周回すると、まあ、あるキャラに出会えたりとか、はい、まあ、いいことがたくさんなんですよ、うん、で周回するってなった時にこの2体を持っているか持っていないかでかなり円滑な周回が行えるか行えないかが変わってくると、はいはい、いうキャラになってますので、私こちらの2体チョイスさせていただきました。なるほど、はい、続いてじゃあボタモチさん。はい、自分はこちらです。ソロモンとペルセウスです。ペルセウス、はい、ペルセウス結構昔のキャラじゃないですか。昔のキャラ、まあ、ソロモンはもう本当友情コンボ強いですし、うん、どちらかというとシロスさんはこう深淵を見てますけど、うん、どちらか近畿を登るための攻撃キャラっていう面でソロモンは。俺これ1年前にこの質問聞かれたのかと思って大丈夫だ、今でも強いよ、今でも強いプレゼンをさせていただきます。でペルセウスに関しては最近、うん、ルシファー重心化ブイブイ言わせてるじゃないですか。そうですね、でルシファー使ってると、うん、やっぱり一枠こう白爆発持ってるキャラ欲しいな、欲しいね、うん、それはそう、タイミングがあるんですよ、うん、ペルセウス友情コンボもありますね、白爆発もありますし、で超スピード型にもできますね、はいはいはい、ちょっと動きやすくもあるんですよ、うん、で SS も結構、うん、まあ、味方をバフで強化するということなので、はい、ペルセウス結構自分使ってるんだよ。ああ、なるほど。自分でちゃんと使ってね、はい、体感してるからね。さあ、それではお手さんもお願いします。はい、自分はもう直球ですね。はい、ここで来ました。なるほど。早いね、このカード切るの。はい、すごい。うん、いや、ちょっとあのアゾンに行こうかと思ったんですけど、うん、あの自分はこっちの方に。はい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 。ちょっと意見が被らないようにストップして、うん、まあ、まあ、見事被らなかったんですけど。すごいですね。はい。まあ下級の階層っていうか、うん、そこはもう役もできますし、うん、でまあルシファーに関してはまあ役もちょっとあの相性が悪いっていうところはもうこのルシファーで補えて、はい、こういうキャラがいたら大体まあ登り切るのはもう確かに進めるかなっていうところですね。今のモンストのもう主要キャラというかもう主人公みたいな、そうですね。この2体持っときゃ大丈夫みたいなのありますもんね。はい、いや
これ難しいな。難しいな。どこの層の人に、ね、行くかだよね。そうですね。これはね、もう多分ね、近畿は当たり前のように登れて、うん、ガチガチみたいな人用なんだよね。うん、ただ、今回だとお題5つあるんですよ。そうですね。5つあって、さっき言ったお題的には、もうなんか2体目が欲しいとか、俺多分そっち側だと思うんだよね。そう、確かに確かに。そっちの方で多分選ばれる。あ、そうですよね。そうですよね。だから、多分言えば困ったら全員こいつら選ぶ。間違うから。間違う。ここでこのジョーカー2枚を切るのは危ないです。で、そういうの考えたら、個人的には、まだソロモンって、あの、まだヤクモとルシファーじゃなくても、ソロモン一番いいクエストもあったりする。ある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 。まあ、ソロンはこの後の、まあ、うん、カードで切られることはなかなかないと思うから、うん、いい気もしてるんですよ、ね、確かにソロンは採用ありな気がする、ね、うん、じゃあペルセウスもペルセウスはいいペルセウスは1回もいい俺今ここで止めてくんなかったらどうしよう。いやいや止めますさすがにこれ、うん、これで、ね、これどうしたい。いや、いいミカエル、うん、ミカエル、いや本当に、うん、ミカエルはね、やっぱり道中の階層でも使えるんですよね、ミカエルで、かつ、まあ、ちょっと近畿外れちゃうと他でも使えるし、うん、深淵ではもういるかいないかでね、道中攻略違いますからね。そうですね。しかも引きづらい、じゃあ引きづらい、そう、そうですね、引きづらいっていうのはあるね、うんうんうん、そう、じねっちゃってるから、だからじねっちゃってる、うん、ね、そのガチャの引きづらさとかも踏まえると、うん、確かにそういうと、まあ、うん、ソロモン、ミカエル、どっちもそれ共通してる、うん、そうです、引きづらい、ね、超獣、劇獣じゃないしね、うんうん、なんで、まあ、じゃあ、もう切っときますか、この辺を、この2体で、じゃあ、いきますか、じゃあ、ということはミカエルとソロモン、ソロモン、はい、はい、こちらの2体に決定いたしました。ありがとうございます。ではシロさん、はい、お願いします。私選びましたのはこちらの2体、ルナ、ルシファー。いやー、ド直球ですね。はい、全キャラ持ってない時に最初2体選ぶってしたら何選ぶかなって俺考えたんですよ。で、やった時にこれか、まあちょっともう1体名前あげちゃうと、ヤクモとかになってきたんですよね。で、今回は私ルナとリシファ。確かに確かにな。いや、お前、あげる前から折れた。それは、冷静に考えたら、そうですよ。はい、じゃあ、ね、ボタマさんお願いします。いいですか。はい、行きましょう。自分が選んだキャラは、このキャラです。シャルルマーニュとモスコミュー。おー、よくない？これに関しては、自分が持ってて、うん、じゃあ誰にこう自慢できるかっていうのを考えてる。普段持ってないですよ、俺。え、持ってない？持ってないですよ。そう、うん、羨ましい。めっちゃ羨ましい。ひどいやんじゃあ。めっちゃ絶対羨ましい。自分の中で考えたよ。やっぱりモスコミュールとかは最近のキャラですし、うん、限定キャラで水の遊園で引きづらい、うん、っていうのもありますし、シャルマーニュね。あ、シャルマーニュで、モスコミュールは、うん、まあ、最近の新入りキャラで、うんうんうん、ルシファーとの相性もいいということで、そうですね、この2体を。でもシャルル周りは結構合ってる気がする。あ、本当ですか、うん、ね、いや、なんか本当に活躍の場がもらえたりしたらね、うん、とんでもない火力を発揮するようなキャラだし、機械の冒険戦とかで使えたら、あ、ね、機械とかでもね、あそこでも相当強かったんで、うんうんうん、ポテンシャルはお化けじゃん。いや、本当にボールブースト、あれやばい。じゃあ最後、お手さんもお願いします。お手さん、これ気になるな、めっちゃ。いや、結構独特なチョイス。あー、確かに独特、うん、めちゃくちゃ独特だわ。ちょっと言いたいところとしては、うん、テセウスって、まあ、ルシファーが出て正直、うん、まあ、低難易度の周回としては、うん、ちょっと、まあ、まあ、使う期間減ってきてるんですよね。でも、ちょっと個人的には覇者の塔もあるんだったら、ルシファーは、過小火力になる場合が多くて、わ、うんうん、かる、わかる、わかる。よし、ワンパン寝るぞ、防御ダウンブラスト。え、確かに。そこで。全然違うじゃん。めっちゃわかるわ、それ。ってなってくると、テセウスはすごく、楽というか、うん、まあ、2体持ってるともう結構高確率でストーンって落ちたりするんで、うん、やっぱり使いやすいです、覇者の塔。わかるな。で、天草は、まあ、さっきの、まあ、テーマでありましたけど、うん、まあ、第一の、まあ、入りから、まあ、やっぱりモチベ上げるためにもいいキャラなので、うん、やっぱり持ってなかったかどうかでも天馬の、まあ、とっつきにくさというか、その変わってくるんで、うん、まあ、こいつは羨ましがれるんじゃないかなっていう調子ですね。なるほど、いいキャラだよ。そうそうたるメンツが並んでるんですよ。メンツはすごいっすよ、これ、はい。でも個人的には、うん、この全部のキャラ持ってなかった時に、はい、あー、確かにね、1体持っておきたいのはやっぱルナーはちょっと、いや、間違いない、引きづらさとかも踏まえて、
ね、このね、ルナはね、この後来るね、例えば2体持ってもいいとかはあんまなんないんですよ。確かに、なんないですね。ルシファーはさ、お題があと1個でもあればいけるから、ルナは採用でもいいですね。ルナは採用でいいと思いますね。そうですね。でもちょっと個人的にこのカードで、うん、あの香りを警戒して、うん、でもしかしたらもうこれ以降のカードでルシが出なかったら、おいルシ来ねえよ。やばい。そう大丈夫です。大丈夫。大丈夫。絶対大丈夫。大丈夫かな。大丈夫。ルナ採用。ルナ採用で。シャルルかマックス。あマックス。でも結構テセウスもいい気するんだけど。いやでもテセウスはわかる。マジでわかる。多分テセウスはまだ我慢できると思うんですよね。あ確かにね、通常の人だったらね、まあ、シャルルとかマクサ持ってなかったら、あの我慢してもクリアできてる。あ確かに内容見ないからね。そうだね、じゃあもうこの二択だね。うん、未来を見るか、まあ、今の高難易度を見るか、うん、今かな。今でしょ。今でしょ。今でしょ。久しぶりに今でしょ。じゃあアマクサでいきますか。はい、行きましょう。ではルナとアマクサで、はい、お願いします。お願いします。私が2回持っていいと思うキャラはこちら、ヤクモミューズ。おー、来ましたヤクモ。ヤクモ、はい、間違いないでしょう、うんうん、まあ、20体ぐらいまでは許せるかなと思いま思いますね、うん、寝てる用とか、ね、そうですね、そうですね、混ぜれば20体まで持っちゃうと1体になっちゃうそういうもんですね、モンストは、はい、まあ、これはもう説明不要だと思うんですけどね。ヤクモ両面強い、貫通の方も反射の方も、うん、まあ、スコブル強いと、うん、でミューズもね、両面どちらも活躍しているキャラですし、うん、最先端のね、かなり強いと言われているね、運悪になったら最強の離れ国に適性、うん、持ってるということで、うん、もう持ってないでしょう。そうですね、間違いないです。ここは反対でもいいと思います、うん、じゃあ本田さんお願いします。はい、自分が選んだキャラはこの2体です。はい、ミューズとファウストです。ミューズが入ってきますね。まあ、ミューズの説明も今シノさんがおっしゃってた通り、本当にもう天満しかり、うん、未開とかでも使えたりして、もう何でも使えますよね。うん、っていうのもありまして、まあ、ミューズは本当にもう何でも使えるんじゃないかと。で、あとこの2体目なんですけど、ファウストがメモリーで迷ったんですよ。あ確かにね、メモリーも強いね。強いですよね。メモリーやばいね。メモリーの渾身の方の方、うん、確かに俺も最初メモリーだったわ、うんうん、ね、そのメモリーでしか出せないポテンシャルがある、うん、そうそう、っていう意味でもメモリー迷ったんですけど、ファウストにしました。天魔もいけるし、友情強い方、強い方、うん、あれもね、めっちゃ活躍しますね、うん、これは複数体持っていいんじゃないかなということで、この2体選ばせてもらいました。じゃあ、お手さんお願いします。自分は、悟りと、メモリ ーすごい。いや、もう話に上がってますちょうどトントン拍子いや、なるほどね、悟りに関しては、天魔9で、まあ、1体だけ使う場合だったら、うん、正直、まあ、配置が良かったら全然いいんですけど、うんうんうん、配置悪かったら、ちょっと火力出しにくいって場合もあるから、はいはいはい、2体いるとその辺が解決できる。いや、わかるわ、確かに、ね、全然違います、だいぶと違います、だいぶ違う、うん、で、メモリーに関しては、まあ、さっきご友さんからあったように、はい、まあ、どっちの経験も強い、やばいっすよね、で、まあ、もちろん天魔5でも複数いたらもう全然楽になってくるし、うん、多くないっすね、ところもあります。で、この里に関して、もう1形態貫通の方で、あんまり注目されてないんですけど、ぶっ壊れますよね、はい、実はまあ、シロさんも使ってたと思うんですけど、うん、壁ドン SS の貫通版、やばいです、うん、あれやばいっすよね、はい、そうなんや、まあ、倍としては反射と同じなんで、え、うん、一緒ってなったらあんまりなんか魅力感じない人もいると思うんですけど、うん、実は貫通の壁ドン SS ってこう一般 SS なんですよね、うん、もう実質やばい、あれはね、そうか、メモリーは確かに分かりやすく両面強い、そうですね、うん、さっき小田もちゃん言ったけど代用できないよね。そうですよね、替えが効かないです、渾身とかが、うん、本当にダメじゃんだって、あれよくない、1回殴ったらみんなが頑張って3回殴ってる分の火力出すってそうそう、で、ね、超スピでしたっけ、超スピですもんね、うん、で、これって3倍になってくるってことはどのクエストでも告げていけるポテンシャル持ってるんですよね。そうそうそう、倍率とかね、気にしなくてもね、分かりやすくやばいことを言うと、弱点外殴ってもみんなが弱点殴った時の火力出すってことです。そうですね、意味不明です、うん、はい、メモリーです、メモリーにしましょうこれはメモリーです、これメモリーですかね。ミューズとメモリー、はい、くらいでしょう、いいでしょう、素晴らしい、決まりました。
じゃあ、シロさんからお願いします。はい、絶対かぶんないです。自信がある。気になる。シードン。タージマハル。おぉ、はい、絶対かぶん。違う違う違うよ。俺、この、企画でこの質問が来た時に、あ、ガが出していい部分だってなったんですよ。だから、完全に自分が最近使ってて、おもろいと感じたキャラですね。シードって確か、はい、これ、これですよ。これです。人をバカにしてるただね、あのエナジーソード、まあ、過去のやつはね、やっぱうまく使わないといけないっていう前提から、うまく使ってもなかなか火力を出しづらかったんですけど、マジやばいっす。本当にやばい。一回使ってみてほしい。ただ、当てづらさは変わんないんですよ。確かに。ただ、当てづらいからこそ、配置とかをする楽しみがあるんですよ。なるほど。配置とかを敵の裏とかに置いて、あのエナジーソードを出したときに、その頑張ったのが見返りとしてダメージで返ってくるんですよ。ちゃんと。めちゃくちゃ楽しいよね、使ってて。で、タージマハルは、もう運ゲーです。さっきだ。運ゲーです。はい。これはね、もう本当に、そういう運の要素が強い友情が好きな人のおすすめ。じゃあ続いてボタマチさんお願いします、はいはい、この2体です。ハーメルンパイプとアマクサシ。うわ、いいとこだな。めっちゃいいとこだね。ハーメルンパイプはね、うん、結構使う回数多いんだ。多いんだ。地味に強いですよね、うん、強い。で、ショコでオーブ回収する時とか、うん、時々サソリ出てくるじゃないですか。出てくるね。で、ヒット数稼ぎたい時とか、うん、ハーメルンパイプ1体入れとくと、うん、ね、うん、でも誘発もしてくれる。そう、ね、トライアングルボンバーってっていうところで、ハーメルンパイプは意外と知られてないのかもしれないなっていうふうに。で、天草白はまあ、はい、結構もうさっきも話題出てるんですよね。友情が思った以上に強いんで。そう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 、ボリュートスフィア、はい、うん、結構天魔のイメージが強いから、うん、お金使ってみるとちょっとビビるよね。結構そう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 、光のアポストロス、うん、2かな、控えの人。控え大好きだね。控え好きなんですよ。ちょっと終わってるけどね。大好きなんですよ。あれでも、やばいなって、うん。で、この2体です。はい。さあ、ではお手さんお願いします。はい。自分は、モスコミュールとミューズ。おー、やっぱ、モスコミュール、やっぱ名前上がるな。上がるね。すごいな。まず、モスコミュールですね、うん、あのこいつはまあやっぱりルシファーの相方として使われてるところもありますけど、うん、まあ、結構ちょっとここ、まあ、小ネタですけど、うん、普通まあルシファーの友情ってまあ誘発するとタイミングがばらけるんですよね、うん、普通誘発って、うん、でもそれをモスコミュールに先にあえて与えに行くと、その近くにルシファーが複数いれば同じタイミングで、はい、同じタイミングで、あー、はい、勉強になる。すごい、うん、なのでそれでまあ3点モスコミュール、4点目にまあ振りに行くキャラってなってくると、3点目と4点目のワンパク2段構え。2段構え。で、まあ、ミューズサクッと言うと、天魔にっていうのは、なんか、いてたら気づきにくいんですけど、うん、まあ、複数いると、それがどんどん大きい感じ。いや、ほんとそうなんですよね。もう、ずっと毎回 SS 言ってますよね。そう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 。あれはすごいよね。面白いっすよね。なんか最近そういうキャラも増えてきましたね。組み合わせて、うん、最初の使用感とグッと変わるキャラがめっちゃ増えたから。っていうところで選びました。やば、説得力すごい。俺もう押せねえよこの2キャラ。俺もうダメだ。この2キャラとダメっすもん。実はね、もうこれで最後っすよね。これ最後です、絶対。この時点でルシアも不在。まあ、まずいと思う。みんな気に使いすぎる。逆にルシファー役もはもう分かるよ。そう、モンストリリースしてから5秒で気づくよ。だから、まあ、ルシア君は正直外してもいいかもしれないね。あえてもうみんなの共通認識。そうそう。ってなると、やっぱより広くキャラ紹介したいかなっていうのもあるし、うんうん、いいんじゃない、これいいですね、うん、あえてじゃあここに行きますか、はい、ハーメルパイプで、はい、行きましょうか、はい、はい、決定です。決定いたしました。ということで、これで10体決まったので、はい、ちょっと改めて見ていきたいと思います、はい、こちらです。いや、いいんじゃないですか。そうですか、うん、だいぶ逆にさ、やべえこいつに入ってないみたいな。確かにな。そうですね、そうっすよね。今ね、魅力的なキャラいっぱい多いから、うん、無理です。まあ、すごい個人的なキルアイドル入れたかった。あでも羨ましいには入るな。そう、あのキルアイドルキャラ人気もすごいし、うん、ね、あー、キルユアイドルありだね、うん、結構持ってたかった。もうそうっすもんね、うん、え、変えますか今から。今から変えれば時間がもうそうなって、天草とか消えたら次天草どうしようか。なので、そうなってくるから、まあ最初の僕らの所感を信じますか、うん、そうですね、相談もしたしね、うん、
はい、ということでじゃあこの10体で決定となります。はい、シロさんいかがでしたか。はい、いやもう最初はねもっとやっぱ被らないだけあってね、うん、殴り合いとか始まったらどうしようって思ってすごい心配だったんですけれども、なんかみんな説得力あるからさ、なんか自分の意見を言った後にさあ間違ってんじゃねえかなめちゃめちゃ分かるプレゼン対決みたいになってきたから、うん、まあでも結構ね最終的にはいいキャラで着地できて、うん、よかったじゃないですかね。ありがとうございました。ありがとうございます。さあそしてぼたもちさん、あのちょっと変わるんですけど、この3人って大丈夫ですかね、キャスティング的に異色だよね。でも本当にやっぱりもう昔からぼてさんもしろさん、うん、参考にしてきた。いやいや、はい、ね、今じゃね、もうぼたもちさん参考にさせていただいてそんなわけないんだよ嘘がすごい出ないそんなわけないんだよ。いやいやいや、本当ですよ。だ本当にもうこのお二方と一緒にこういう議論ができたっていうのが本当にあの貴重な経験させていただいて楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそしてお手さん、最初の流れでなんかあのボタモチさんの答えがだんだん反映していって、あれこれボタモチ型になるんだやばいやばいやばい、ボタモチそれはやばい何答えもない絶対引かないで自分もちょっとチョイスしてたのが結構ハズショ意識してたから被らないよ、うん、あー俺そう言われました、うん、なんかユーザーからなんか、うん、釣れるんじゃないかってなんか心配してたんですけどみんな心配してる怖いんですよ先生俺だけ気になるんだけどまあでも本当に無事、まあ、あの結構いい感じで着地できたから、うん、あのガチャの結果でも、まあ、結構ニコッとしてくれる人が、まあ、多いのかなと思ってます。はい、まあ、参考にねしていただくと、はい、でもお手さんの意見めっちゃ参考になったところ多かった、ね、うん、はい、うん、勉強になるのかな、ね、俺は結構感覚で喋るからね、うん、このキャラじゃ、うん、そうね疲れてたから楽しいでも本当に無事いい感じも待ってよかったです。はい、ありがとうございます。はい、ということでマイベスト10ガチャなんですけれども、9月17日日曜日の正午から9月30日土曜日の23時59分までとなっております。なので、ね、ぜひこの動画を参考にしていただいて自分だけのマイベスト10を作ってみてください。ということで以上となります。それではまたね。ありがとうございました。ありがとうございました。